皆さんこんにちは、林さんです。服紹介とかは結構何回かしたことあるんですけど、コーディネートを紹介したことは多分ないと思うので、今日は月曜日から日曜日までの1週間コーデを皆さんに紹介していきたいと思います。ということで行ってみましょう。はい、まずは月曜日ですね。月曜日はもう金土日って多分遊ぶ人は遊ぶと思うんですよ。でなったら月曜日って結構もうむしらまにってなることが多いと思うんですね。うん、だからマヒア的に月曜日も早く済ますために、こちらのオーバーオール、オーバーオールは超簡単、しかも黒のオーバーオールとかデニムとかって結構下が何でも合うので、いつもこう時間がない時とかやったらもうオーバーオールピュッ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 って感じで出かけてます。で髪の毛とかもセットするのめんどくさいと思うんで、もう後ろにバッてかくって帽子ポーってやったら、まあちょっとあ、おしゃれしてますよみたいな、この雰囲気は醸し出せるんで、これで月曜日を乗り切りましょう。ということで火曜日行ってみます。はい、火曜日2日目ですね。は開けるわ、こんな感じです。まあ火曜日もちょっと疲れが取れてないかなって感じだから、もう寝てるから遅刻した手で今考えてる。もうだから今はこの髪の毛もセットする時間がないです。何を合わせたらいいんですかみたいな感じの時にこう合わせるやつ、いつもこれはディッキーズのチノパンとユニクロのエンズの緑のトレーナーと、これもディッキーズの帽子になってます。はい、水曜日行ってみましょう。はい、次水曜日。水曜日はなんかなんとかデーみたいなもんが多い気がするから、可愛く仕上げたいなと思いまして、こちらジャムの緑のシャツと、これ多分ネットで買った普通の無地の T シャツに、あ、黒のスキニー。まあこんな感じで水曜日が終わりました。次木曜日行ってみましょう。はい、続きまして木曜日になるんですけれども、特に何にもないけど個人的に好きな曜日ナンバーワン木曜日。なんでかというと、小学校中学校の時になんか先生たちの中で会議があるから5時間目で終わってて、なんかもうその習慣がもう身についてるから、木曜日がなんでか知らんけど好きな曜日やねんか。なんか個人的にちょっといつもしない服を着てみたいな感じだから、これはこちらチェック のワイドパンツを買いました。多分上も下もライトの服になってます。ということで金曜日行ってみましょう。はい、次に金曜日ですね。金曜日はもう絶対に花金っていうね、言葉がついてる通り次の日休みっていう夢のような曜日になってるので、多分遊びに行く人が多いんじゃないかなと思います。ということでちょっといつもと違う感じで服装選んでました。これは黒のワイドパンツにちょっと肩が出てる、さ上はどこで買ったか、多分どこやったっけな、ちょっと覚えてないんだけど、下は下も取らないって言ってた。でも上下5000円もいけんと思う、めちゃくちゃ安いけど、まあなんとなく値段がバレへん感じの服装やったらいいんじゃないかなと思います。ということで土曜日行ってみましょう。はい、続きまして土曜日、友達と遊びに行くっていう勝手な想像っていうことでね、ステューシーのロンティーにカンワートの何オーバーオールにリキューズの帽子、これめっちゃ可愛いわやっぱり。はい、続きまして日曜日行ってみましょう。はい、続きまして最後日曜日のコーディネートになるんですけれども、日曜日はもう次の日学校あるいは仕事なので、もう外には遊びには行かへんって感じだな。コンビニとかには行くときにはこんな感じで行くんじゃねみたいな感じです。普通のスキニーやってます。ネットで下の部分だけが魂のライトになってるお友達になります。ということでひなの1週間コーディネートは終わりになります。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォロー、Instagram のフォローよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。